でさ、こっからぶっ放していくと、はい、結構スパウィズの塔の施設もぶっ壊していきました。これ強いっすよね。で、HP もまだこんな残ってる。さあ、行け、ズドンとやっていけば、はい、気持ちいい。はい、どうも、皆さん、こんにちは。今回は10月のアップデートでやってくる新ユニットをご紹介しようと思います。かがじのー、ケスケ一曲のー、ケスケです。ポン！ということで、10月のアップデート、クランの都にですね、新ユニットがやってきます。それがですね、はい、まずは自分の村にもね、いるね、スーパーディガー。そして、あとはね、無限ヘイストっていう呪文と、そして、メガスパーキー、スパーキーがやってきます。はい、ね、スーパーセルグね、運営しているね、クラロワっていうね、クラッシュロワイヤルっていうゲームの方で、もう大活躍している人気ユニット、スパーキーがですね、なんとなんと、クラクラにやってきます。メガスパーキーという名前になって、やってきます。まあ、正直に言うと、メガスパーキーじゃなくて、普通にスパーキーとしてやってきてほしかったなっていう。ふうには、個人的に思ってます。あ、あとね、アップデート予想で、俺次突破兵器として、スパーキーやってくる説あるんじゃないかなって言ったら、まさかまさかのクランの都の方に、やってきたっていうことなので、今回はですね、こちらメガスパーキーとかスーパーティーがね、どんなユニットになっているかっていうのを、皆さんにお届けしていこうと思います。なので、カカア動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間、今回みたいに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とか、チャレンジを攻略を動画にしていきますんで、最新情報をいち早くゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、こちらメガスパーキー、スーパーディガー、無限ヘイスト、こちらね、お送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。そしたらね、メガスパーキー、まあ、ステータスはね、ダメージ550。まあ、後でお見せするんですけど、めちゃくちゃ威力あります。で、ヒットポイント13600っていうので、めちゃくちゃ HP があるし、で、優先攻撃目標が防衛施設の範囲攻撃といった、ユニットになってます。で、収容スペースは100枠となっております。結構、枠多いですね。で、まあ、スーパーディガーはね、まあ、自分の村のスーパーディガーと同じような感じで潜って移動してって、で、シングルインフェオタワーみたいにね、こう攻撃するとだんだん威力が上がってくっていう能力を持ってるんですけれども、スーパーディガーね、クランの都だと、あれです、地中に潜るだけじゃなくて、なんとなんと、クランの都さ、湖とか川とかあるじゃないですか、それも潜って移動します。これめっちゃ面白いんで、後でお見せします。で、続いて、無限ヘイストの呪文。自分の村のヘイストはね、こう、呪文を落としたらさ、範囲内にしか効果ないじゃないですか。違うんですよ。この無限ヘイストの呪文は、一回かかると、もうずーっと死ぬまでユニット、スピードアップいたしますんで、こちらも面白いんで、お見せします。さあ、そしたらね、実際に使ってみましょうか。いきますよ。こっからスパーキーね、念願の、はい、メガスパーキー出していく。そして移動速度が遅い。移動速度遅い。でも、威力はね、高いんですよ。はい、結構なダメージ入ってますよね。で、さあ、こっから、さらに、ぶっ壊していく。いいっすよ。で、こっから無限ヘイストの呪文を落とすと、はい、移動速度がスーって上がってるの分かります？これ、永続的に続くんですよ。で、こっからスパーキー。さあ、どん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 、はい、奥の施設、後ろの、ミニガーゴイの隅かまでぶっ壊していく。ね、範囲もね、結構広いんですよ、スパーキー。で、移動速度上がってます。で、さあ、こっから、ぶっ放していくと、はい、結構、スパウィズの塔の、施設もぶっ壊していきました。これ強いっすよね。いや、楽しい。で、移動速度もね、上がってるんで、どんどこどんどこ、スパーキーね、ぶっ放してってくれるんですよ。はい、奥の施設にもこうやってダメージ与えてって。で、さあ、こっから、結構ね、一撃で壊せる施設とかも結構あったりしますね。で、これクラッシャーね、これ離すと、はい、奥の対空爆弾にまで、ダメージ入ってますからね。やばい。今後流行りますよ、スパーキー。さあ、範囲攻撃でゴブリンたちもやっつけてった。いや、使ってたのし。はい。なので、スパーキーマジで実装されんの。めちゃくちゃ楽しい。あとね、やられた時の姿も怖いですよ。これね、分解されちゃってます。はい、じゃあ次、スーパーディガーね、お見せいたしましょう。これ面白いっすよ。さっき言ったように、はい、水中を移動していきます。泳いで渡ります、こいつ。お前、水中も、はい。ドリルをスクリュー代わりにしてんのかな？こうやってね、
水中も移動できるっていうユニットになります、スーパーディガー。で、次、マウンテンゴーレムで、あ、ちょっと相性のいいね、無限ヘストと相性いいですよ。はい、こんな感じで、あの、マウンテンゴーレムって HP 高い割に移動速度がめちゃくちゃ遅かったんですよね。なので、せっかくの HP がさ、こう移動してる間に撃たれちゃって無駄になるっていうことがあるんですけど、はい、無限ヘイストのおかげでずっとヘイスト状態なんで、移動速度が速くなって、被弾も減って、どんどんね、せずを壊してくれるっていうね、この組み合わせができるようになりました。これ今までマウンテンゴールレイジとかで加速させたんですけど、レイジだとね、やっぱ、効果範囲出ちゃうと移動速度遅くなっちゃうんですよ。なんですけど、無限ヘイストのおかげで、マウンテンゴーレム、マジで使えるようになったと思います。今度ちょっと、週末合戦で、アップデート来たら週末合戦で実際にやってみて、どれぐらい強いかっていうのもね、今度、動画でご紹介しようと思います。いや、なので、俺散々マウンテンゴーレム弱いっていう動画出してたじゃないですか。なんか情報修正来てほしいなっていうふうに言ってたんですけど、なんか呪文との組み合わせでこうやって強くしていくっていうのはね、いいアイディアですよね。ほんとこういうとこスパセル素晴らしいなっていうふうに思います。はい。なので喋ってる間にさ、はい、バカスカせず壊していくのよ。これ今までだったらさ、移動速度遅すぎて、もっと HP 減ってましたよ。なんすけど、無限ヘイストのおかげで、こんな風にせずバカスカね、壊してくれて、2手前回かな。できるよねっていう感じになるんで、ほんと、アップデート楽しみですね。あとそう、アップデートからですね、ジャンプの呪文ね、今何枠だっけ ?2 枠だっけ ?3 枠だっけ、ジャンプの呪文がね、1枠に、はい、なります。クラの都のジャンプ。なので、今までさ、工場ババースケラとかさ、やってて、で、呪文編成ってだいたいスケラ3発のライトニング1発とかだったじゃないですか。なんですけど、そのライトニング1発ってなんか、ああ、まあ、ここに打っとこうか、みたいな感じで今まで打ってたんですけれども、なんかあんまり効果ないような感じがしたんですよね。なんですけど、今後ね、そのライトニング1枠を、ジャンプ1枠こんな風に変えてってあげて、ユニットのね、こう、進みを良くしてあげるみたいな、そんな使い方もできるようになるな、っていう風に思います。はい、なので、スパーキーがここからね、ジャンプする?ジャンプする?あ、ジャンプしましたね。はい、スパーキーがジャンプしました。到底ジャンプするようなユニットに見えないんですけどね。ジャンプするスパーキーめちゃくちゃ可愛いっていう。で、そう、コジョババスパビーズだったんですけど、今まで。今後、コジョババスパーキーとか、ね、なんか流行るんじゃねえかなと思うんですよね。コジョババスパビーズスケラーがコジョババスパーキースケラーになるんじゃないかなって思います。で、これ1点目、あれだな、ヘイスト一発の、無限ヘイスト一発の、スケラ2発にしといた方がいいかもしれないですね。移動速度はちょっと上がってた方がやっぱ絶対強いと思うんで。ですけど、はい、はい、はい。ね、スパービズとかだったらね、横打ちとか食らって、多分死んでたと思う。ですけど、スパーキーだと、なんかゆっくりだから、あ、逆にゆっくりいいっすね。なんか落ち着いて見れる。落ち着いてなんか、小序ババ出せる。で、もしターゲット取られたとしても、HP が高いんで、全然死なないっていう、あ、強いな、いいな。今後、流行るかもしんない。で、結構削れてますもんね。今、引きで見たんですけど。さあ、で、あと、防衛施設優先なのもありがたいな。やっぱり、クラクラって、俺、いつも持論で言ってんすけど、いかに効率よく防衛施設をぶっ壊せるかっていうゲームだと思うんですよ。速やかに、いかに効率よくね、防衛施設をぶっ壊すかっていうゲーム。だって、防衛施設全部壊しちゃえば、あとはもう回収じゃないですか。時間切れ防止。で、ユニット出せばいいだけなんで。なので、いかにね、防衛室をね、こう優先的に壊してくれるかっていうのが大事になってくると思うんで、これいいな。いいな。はい、スパーキー。まだ HP が、スパーウィズだったら死んでますけど、とっくに。まだ耐えていく。で、こっからどう?クラッシュあたりまでぶっ壊していくかな。いいよ。全然耐える?どう?さあどう?これで、あ、さすがにここで死ぬか。すけど、はい、50% 超えましたね。はい、じゃあちょっとさっきの編成に無限ヘイスト混ぜたらどんなもんになるかやってみましょう。はい、ああ、早い、早い。スーって移動してく。え、これ、小序盤を出すとどうなるの?早っ、早っ早っすごい、音を置き去りにしましたよ。音速を超えましたね、これ。ね、やばい、楽しい。あ、いいな。これ、初手無限ヘイストスケラからの、スケラ3発とかってやったらめちゃくちゃ楽しいんじゃないですか。めちゃくちゃ面白いぞ。
いや、いいな。ちょっと、クランの都も、さらに楽しくなる。俺、あれなんですよ。スケルトナッシュが出てからクランの都めっちゃ楽しいって。いや、まあ、それまでも楽しいとは思ってましたけど、スケラ編成とかが出てから、スケラ編成めちゃくちゃ好きになって、すげえ、楽しいって。スケルトいっぱいいる楽しいってなったんですけど、スパーキーが実装されたことによって、俺もっと楽しめるな、これ。で、大体、皆さん、俺のクランの都の動画見たことある人だったらわかると思うんですけど、あれ、自分よくさ、初手、コジョババースパービーズ、スケラやってるんじゃないですか。でからの2手目、ホグスケラやってるんですけど、これさ、2手目もさ、強いね。やってて思う。2手目でも全然強い。強い。まだこんなにスパーキーいるし、ちょっとここら辺からちょっと適当にユニット出していくんですけど、さあ、ここから適当にユニット出していくわけですよ。で、これでタゲ取り用のね、コババとかね、いっぱい設置してあげて、行きつつ、さあ、終盤でターゲットうまいこと取って、守ったスパーキーがやってくるっていう、この恐怖よ。さあ、恐怖しかない。で、HP もまだこんな残ってる。さあ、行け、ズドンとやっていけば、はい、気持ちいい。楽しすぎる。ケイスケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。ということで今回はですね、10月のアップデートでね、クランの都で追加される新ユニット、メガスパーキーなどをご紹介していきました。そうですね。メガスパーキーもめちゃくちゃね、強いし、楽しいし、可愛いし、で、無限ヘイストがいいっすね。無限ヘイストはね、一度かかったら死ぬまでずっと速くなるっていうのはめちゃくちゃいい呪文だなって。思ったんでね、ちょっと10月のアップデート楽しみだなというふうに思います。はーい、ということでこういうふうにカカードがほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、友人やクラメニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。